中国東方航空の中国国際輸入博覧会特別塗装機中国国際輸入博覧会は中国政府が輸入拡大に向けて行われる輸入をテーマとする展示会。展示会とフォーラムからなる会場は上海市西北にある国家会転中心2017年5月 習近平国家主席が一帯一路国際協力サミットフォーラムにて開催を提唱。テーマは中国にとっての輸入であり、中国内で生産されたものや中国法人の出品の対象外。日本からは日本貿易振興機構が窓口取りまとめ役となり、ジャパンパビリオンを設営して中小企業に出品の機会を提供する。開催日程は、 2018年11月5日から11月10日、日本からはジェトロを通さずに主催者へ直接申し込んだ企業も含め約380社団体が出品した。輸入博の参加企業等は3600余。広域経済圏構想である一帯一路の沿線国との間で多数の商談がまとまり47億2000万ドル相当の制約に至った。 開催日程は2019年11月5日から11月10日。ありがとうございます。